はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルのショーが、今日は、値上げ、こんなスピードでーす。をお送りいたします。よろしくお願いします。まあ、あの、値上げがすさまじいですよね。もう、ガンガンに来てるじゃないですか。値上げすごいですね、スーパーでもどこでもね。もう、ホームセンターだろうが、もう、スーパーだろうが、もう、コンビニだろうがね。すっごい値上げが、スピード早いんですよ。 で、えっ、ー、と、申し訳なくて、まあ、いろんな方にいろんなことを言われてしまっているんですが、<laughs> あの、うなぎの缶をなんかあの写真掲載してこれ美味しいですよってやったら、あの、なんかもうどこもかしこもうなぎの缶がもう売り切れになっていて、今、まあ、追加補充でまた売ってるとこもあるんですけど、めちゃくちゃ値段上がってて、まあ、この画像がそうなんですけど、あの、これ、 あのー、いや、買う、買わないとか、もう個人の自由なので、ね、何にも言え,言えないで危ないコメントになっちゃうんで言えないんですけど、2980円一貫。これ私はあの、1100円で買ってたんですけど、送料込みで。えー、2980円で、で、沖縄なので、まあ、送料が入ってるんですけど、1540円の送料で。ということはどういうことかっていうと、まあ、だいたい4500円ぐらい、<laughs> 4500円。 一か千百円で買ってたんですけど、あのー、四千五百円になってしまいました。すいません。いや、これあの、誰が悪いっていうことじゃないですよ。こ値上げのスピードが早くて、まあ、こうなってるんですよ。いやー、だから高いところはね、こんな感じになってる。まあ、これが高いかどうかって個人の問題ですよね、判断のね。いや、うなぎ安いよ、これでもっていう人もいるかもしれないから、まあ、それはそれでね、あの、購入されるといいのかもしれないですし、まあ、こんな値段になってますよ、ということですね。 まあ、だけど、あの、これは一例であって、いや、スピード速いですよ、値上げの。あと、あの、物がちっちゃくなっていくスピード早速くて、いや、驚いてますよね。あの、どんどん縮んでってますよね。あの、わざと <laughs> いや、なんだろう、あの、生産者企業が考えてるんでしょ、これは。なんか、どん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 薄く、薄く小さくしていって、まあ、 値上げの代わりに量を少なくすするっていうことですよねだってあの、なんかコンビニの飲み物あるじゃないですか。本当にね、300とか350とか入ってたんですよね、350ミリリットル。まあ、それでも私の場合、飲み応えないんですよ、すぐ飲んじゃうんでね。約600ミリリットルとかいうペットボトルだと、まあ、飲み応えありますよ。まあ、それでも、まあ、1分で飲んじゃいますけど。<laughs> <laughs> 渡辺さんって言いまして、あの、何あの、コーラを一気飲みする、ね。あれで、なんか一気に飲んでっていうのでブレイクしましたよね、昔ね。まあ、あの方早いですね、コーラの一気飲みね。だけど、まあ、あの、早く飲めばいいって思いじゃないですけど。<laughs> いや、だけどあの、200になっちゃったんですよ。コンビニの飲み物、この間買おうと思ってびっくりしちゃって、あの、 あの、いや、そこのコンビニだけなのかないや、わかんないですけど、ほとんどね、あの、並んでるの200だったんですよ。200ミリリットル。で、私、手でかいんですよ。で、手でかいので持つと、何あの、オロラミン C の、なんか大きさ。<laughs> あれいや、本当に。いや、普通の飲み物がですよ。今まで、あの、要するに350とか500だったやつが、200ミリリットルになってるんですよ。 沖縄だけ <laughs> いや、本当いや、だけど本当、200になってんの。200ミリリットルで、値段変わんないのい。値段変わんないから、値上げじゃないけど、値上げですよね。だって200ミリリットルになってるのも、今まで300とか350入ってたのが。いやね、なんかだんだん削れてってるんですよ。500が480、460、で、350とか60だったからで、300になって、今200なの。これ、びっくりでしょ 値段上げてもいいから、あの、500にしてもらえませんかねう本当に。飲みごたえがなくて。いや、この間のカツ丼じゃないけど、ねせっかく楽しみにカツ丼、いやもう食べようかなと思って、温めて、まあ、蓋開けたのはいいけど、ご飯が本当に何あの、おせんべいみたいなご飯なんですよ。薄くて。カツ丼で見えなかったの。カツ丼の下が、 ご飯結構いっぱい食べたい派なんですよ。あの、カツ丼食べてご飯をって食べて。ねえ。だけど、あの、ご飯が板なのね。板。本当んと、板。板、いや、本当ちょうど、あの、オーバーじゃないですよ。板だったの。で、ご飯、え、これ何っていうご飯なんですよ。いやー、板だよ。板チョコかっていう感じのご飯だったんですよね。全然あの、食べ応えがないんですよ。あの、上の、 カツは結構厚みがあって、ボリュームがあって、卵とかふっくらしてて、美味しいんですよ。で、それを食べて、じゃあご飯って言っても、すぐ、あの、割り箸が、その、お弁当の何、何下に、床じゃないけど、お弁当の底に、ガーンってっとすが当たっちゃうわけ。だから、ご飯を持ち上げらんないんだよね。あの、割り箸が当たっちゃって、もう、あの、持ち上げる前に当たっちゃうんですよ。本当に。 いや、あのまんまの弁当箱の底に穴が開くんじゃないかといや、本当に。<laughs> こんなにすぐガンって当たるとかいう。いや、だって今までその脳がインプットしてるわけですよ。今までのお弁当でご飯をこういう、これだけ割り箸を突っ込んで、ぐってやったらご飯がウォッて出てきて、あんって食べるっていうのを脳が覚えてるわけ。 なのに、その、その調子でやると、もう割り箸がすぐ当たっちゃって、ぐん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 ってなって、もう本当にそこに穴が開くかと思ったよ。だからもうなんか食べ方がわかんなくなっちゃって、ガンガン当たってるだけでキツツキみたいに、もうガン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 そこ、もう何やってんだかわかんなくなっちゃって、弁当食べてんだから突っついてんだかね。いや、もうわかんなくなっちゃって、ほんとすごいなと思いながら、 いやーもうお願いだから100円もうプラス100円値上げしてもいいからご飯を、ご飯をいっぱい山盛りに入れといて、ね。本当にお願いしますよ。いや、だけどそういう値上げ、なんか困るよね。だって期待して、いやーこれ美味しいからこれご飯もいっぱい食べれるんだろうなと思ったら、板みたいなご飯なんだもんね。いや、でもそういうの多いでしょ、今ね。うーん、なんでな なそういう風に。あ最近そう、あの昨日かおとといだ、うちの,の娘とスーパーのお菓子買いに行ったんですよ。で、いろんなお菓子買って、なんかチョコレートで中がウェハースみたいな感じで、チョコでコーティングしたりしてて、ちょっとねあの、ブロックみたいな感じで、なんか昔はね、あの厚みがもっとすごいあって、長くてで、重かったの。で、久しぶりに女じの買ったんですよ。もう半年ぶりぐらいかな。で、開けたら、あの小袋に入ってるんですけど、開けたら、めっちゃ ちっちゃちっちゃいの。こんなにちっちゃかったっていうぐらい、本当に。え、これおかしいでしょっていう、もう本当に、二回り以上ちっちゃいね。いや、重さはね、まあなんか重い感じしたんだけど、開けたらちっちゃくて、いやーあの重さだけ出してるのかと思ってね、なんだろう、どういうことなんだろうね。もうちっちゃすぎちゃって食べ応えがないない。いや、驚きましたよね。いや、あらゆるものが縮んでってますよ。 ねえ、そのうち地球も縮むんじゃないのかな <laughs> 住みにくいな。ねえ。いやだけど、値上がりもすごいけど、値段をもう上げられないんだろうね。これ以上上げると買わなくなって売れなくなっちゃうじゃないですか。消費者が。ねだから、値段が限界に来てるから、今度は物をちっちゃくしてって言って、ちょっと様子見て、ここで売り上げが変わんなければ、 もう一回また値段上げてっていう繰り返しなのかな値段上げて、様子見て、ちょっとちっちゃくして、様子見て、値段上げて、様子見て、またちっちゃくしてって。これはすっごいちっちゃくて、すっごい高いものだらけになるよね。もうすぐ <laughs>。やっていけないでしょそれじゃあ。どういうことなんだろうね。いや、食べ物に関しては困っちゃうね。だけどね。それをやられると。だけど、高いっていうのもまた困るしね。 なかなか厳しいね。本当にね。この間あの、なんか牛丼をね、食べた人がいてコメントいただいたんですけど、読ませていただいて。牛丼屋さんもめちゃくちゃ上がってて驚いたっていうね。あの、普通の牛丼の波ですよ。それがもう上がってるんですよね、値段がね。まあ、ハンバーガーだと上がってるじゃないですか、驚くほどね。うん、だから、もうどんどん上がりますよね、いろんなものが。で、どんどんちっちゃくなっていくんだよね。 どんどん量が減っていくの。まあ、これは悪循環だね、だけどね。ねえ、だからもう、このうなぎ缶のようにね、この間まで1000円ちょっとだったのに、2980円ですもんね。で、送料無料だったのに、ここはね、いや、他のところで送料無料のあるんですけど、ここは送料取るんですよ。沖縄だからかな ?1540 円。これでも驚くでしょこれ1個ですよ、だって。 これ一個頼んで、で、あ、楽しみだなと思って一個送ってくるんですよね。4500円ぐらいで。めっちゃ高いですよね。いや、もう本当にあの、普通のうなぎ屋の高級うなぎ屋で、うな重食べると変わらないじゃないもんね。いやいや、すごい時代になったね。だけど、でもこれって先取りしてるんだと思うんですよ。これからの未来を。だからこんな感じになっていくんですよ。全部。 でもう、うなぎ缶だけじゃないですよね、きっとね。こんな感じで、どんどんみんな上がっていくんですよ。何もかもが。で、途中で生産している企業の方がね、参ったって言って、あの、もう、潰れちゃうかもしんないね。だからなくなっちゃうわけですよ。もう手に入んない。うん、だから、あの、それを考えると、もう、種類とか数とかは必然的に少なくなっていきますよね。もう、今はもう、限界でしょ。 うん、ギリギリ回ってるんだと思うんですよ。で、あの野菜の生産者もなんかね、言ってまして、農家の方がこの間ちょっと話ああのしたんですけど、もうねあの、この冬はやめようかなって言ってましたよあの。電気代がすごいじゃないですか。で、そこはね、山梨県かなんかでね、あのビニールハウスやってるんですよね、その方ね。で、やっぱりそのビニールハウスで、いちごなりなんなりやるときに、 温めなきゃいけないんですよね。山梨、あの甲府あたりなんで寒いじゃないですか。そうすると、もう暖房費代だけでね、すっごいんですよ。灯油代とか。うーん、だからもう厳しいって言ってましたよね。その採算取れないんじゃないかって。ねだから、もうこれやめた方がいいかなっていうふうにね、言ってましたね。あの、ビニールハウスでもいいやつ、いいビニールハウスなので、結構ビニールハウス自体が大きいし高いんですよ。で、 それが、あのー、台風とかでやられてしまったり、風が吹いてやられたり、大雪が降ってやられると、何年か前にね、大雪降ったんですよ。で、潰れちゃったんだよね。そのビニールハウスがダメになっちゃって。で、そうすると、やっぱりね、あの、100万、200万すぐ飛んでっちゃう。あの、新しくするとね。で、それぐらい今、あの、いいビニールハウスっていうか、温室高いんですよ。うん、だから、それでね、 ちょっといや厳しいなっていうのを乗り越えて、やっと頑張って立て直ししてきたのに、今度はあの原料費、燃料代とかの値上げなんですよ、値上がり。今ね、頭抱えてますよ。だから今年やるのどうするかって、もうそろそろ決断しないといけないんですけど、いや、参ったなって言ってましたね。だけどね、まあ、そういう方多いと思いますよ。だから、あのもう今年から来年かけて廃業してもやめようかっていうね、そういう農家の方も、まあ、続々と出ちゃいますよ、これじゃね。 ま、現にあの、鳥のね、あの、養鶏場をやめてるところ多いじゃないですか。あの、やっぱり餌代が上がってね、あの、電気もすごい使うんですよね、照明だとか暖房でね。だからそれもありますよね。まあ、灯油も使ったりしますよね、暖房で。だから、もう採算が多分合わないですよね、これから。うーん、厳しいと思いますよ。うん、だから、ギリギリで回っちゃってるんですよ、今ね。みんな、みんながみんな。 で、ギリギリで耐えらんなくて、まあ、廃業してしまう人が多ければ、まあ、沖縄のスーパー行きましたけどもね、いまだにあの台風6号のまあ影響で品物が少なくなって、もう台風行っちゃったから多くなるかなと思ったけど、そんなに多くなってないんですよね、あっちこっちのスーパーも。なぜかっていうと、やっぱりあのギリギリで農家の方も回していて、ギリギリでその輸送も回ってたので、一回途切れてしまうと、なかなかそこに、 もう一度復活させてっていうふうに増やせないですよね。量を。で、前の通りやれやいいじゃないかっていう人いるかもしれないけど、台風6号で沖縄のがキャンセルになってしまったので、まあ、しょうがないの、ね、で、じゃその分福岡に回そうかとか大阪に回そうかって言って、プラスアルファ大阪に回すと、大阪は喜ぶわけですよ。お、じゃあそのまんまの量送ってよ。あの、もうそのまんまどんどん買うからさ、って言うわけですよ。要するにもう仕入れ大変だから、あっちこっち。あの、もう、 安いところとか、まあ、安い、もう高くてもないからね、あのー、なるべくいいところでどんどん仕入れたいの。だから、沖縄の分がキャンセルになった分が大阪とかに回っちゃったんですよ。でその分、もう大阪で定着して、2倍買うからさあ、うちに2倍入れてよるよって言って、ああ、まあ、じゃあ分かったよってそっちに流れちゃってるから、もう今更余分がないんでね。 もう一度沖縄が、いや、ちょっとこっち入れてもらえませんかって言っても、いや、もうごめん、ちょっと無理なんだよ、うち、あの、もう量入れらんないって言って断られちゃってるんですよ。だから沖縄ね、全然ね、あの、品物増えないの。もうなんかこのまんまずーっと冬に突入するね、これはね。で、冬余計野菜とかないじゃないですか。で、何にもなくなっちゃうんですよね。うん、だから、まあもう食料不足が起きてるってことですよね。沖縄に関しては。本当にね。 か備えておかないと、まあ、こういう時大変だってことですよ。ね、でもこれ、沖縄だけじゃないですよ。もう全部なるんですよ、やがて、全国的にね、何かをきっかけにして。まあ、高く買うところで、量いっぱい買ってくれるところに、まあもう送ろうっていうふうになってしまって、ギリギリで回ってたんで、そっちに行っちゃうとどっかが欠品しちゃうんですよ、地域的にね。まあ、そういうね、今、ぎりぎり、もう何もかも食べ物だけじゃないですよ。 何もかもがそうやって車の部品でも何でも今ギリギリで回ってんの。だから納車に1年2年とかかかっちゃったりするんですよ。それはね。いやー、厳しいし難しいですね。だけどね、それは本当にね、なかなか辛いですよね、みんなね。で、まあ、10月ね、あのー、ま、一匹から、まあ、あらゆるものが値上げになって驚くような値上げですからね。いや、にひっくり返る人出ますよね。本当気起用しない人出るんじゃないかと思いますよ。<laughs> 10月1日から。 だって電気料金もガス料金も、まあガスはあの、ちょっと地域によって違いますけど、上がるところです。40%ぐらい上がるんですよ。一番上がるところ、ガス。プロパンガスとか。びっくりじゃないですか。40%上がって、あの、そこ下手したら電気代も4 50、50%上がるわけですよ。いやいや、ちょっと待ってよ。これ、電気とガスでこんなにっていうね。だから節約しなかったらとんでもない請求が来ちゃうんですよ。いや、恐ろしくないですか。だって給料上がんないんですよ。 入ってくるお金上がんないのに出ていくね、基盤である電気代とガス料金が跳ね上がっちゃう。あと下手したら地域によっては水道代、下水道代もそこ上がっちゃうかもしれない。同時にね。いやー、ほんとびっくりしますよ。で、あらゆる品物ね。あの、食料品含めて上がっていくわけでしょ。ま、あ上げ幅半端じゃなくなるんだね、10月からね。ちょっとあの、みんな驚きますよ。本当に。あの、送料なかったのに送料入っちゃうとかね。まあ、そういうところどんどん出てくるので、 いや、だから余計だから沖縄、北海道の人はもっと驚くね。すんごい上がるから、あの、離れてるからね。あの、輸送量だけでも,も、もう、ものすごい爆上げになるんで、全体的に品物に全部影響してくるんですよ。だから品物自体がびっくりするほどね、沖縄とか離島とか、まあ、北海道上がりますよ。驚きますよ、そりゃ。うん ねえ、だ、暮らしにくくなるね完全にねだから、この、あの、うなぎの缶詰が物語ってるんですよ。これね、ものすごい先取りしている縮図ですよ、これ。こうなるんです。こうなるの。全部。だから、これだけじゃないんですよ。だから、これ、あの、異常じゃないんですよ、全然。これで普通なの。これ、早くなってるだけで、こうなるんです。びっくりでしょだから、うなぎの缶詰、今までにね、1200円とか1200円ちょっとで買った人、 ねえ、あの、いっぱいいると思うんですけど、これ見たら、えってなるんですよ。<laughs> こんなに高くなってんの今って。いや、買っといてよかったなあってのがありますよね。1700円でもね、買っといてよかったでしょこんな上がるんだったらね。だって、もうこれ出さなかったら買えなくなってるわけでしょもう。ねえ。厳しい。まあ、ま、まだね、在庫があって売ってるところはこれよりね、安いところあるかもしれないけれども、まあ、やがてこうなるんですよ。全部。うん、だから、じゃあもうやめて他の缶詰にしようかなと思ってね。 なんか他の缶詰見たとするじゃないですか。それすらも、えー、何この値段っていう値段に、10月からはなってるね。完全に。嘘でしょだって、えー、魚の缶詰、まあ、前300円ぐらいで売ってて同じやつだよね、これっていうのが、もう一缶1000円にね、なってたりとか。いや本当の話、なるんですよ。でもこれ、ま、人間なってみないとね、こうやって言ってもね、わかんないんだよね。なってみ、こうやって見て見てみないとね。でも、なるよ。<laughs> なるよ。な、人になるよ。いや、なるよ。本当なるよ。本当そうなるよって。ねいやー、びっくりしますよ。だけど。まあ、皆さん、ちょっと気をつけてください。だから、あの、前から言ってるようにね、どっちにしても、もう、あの、1年、2年先でも使えるもの。まあ、缶詰なんか食料品だと大丈夫じゃないですか。もうね、爆買いしといた方がいいですよ。どうせ使うものは。私、あの、全部もうガンガン買ってますよ。 もう、ハサミだって5本ありますから、新しいの使ってないやつ、予備で。だって、買ってかないと分かんないじゃないですか。歯ブラシはね、50本ありますよ。私、あの力強いんでねあの、歯磨いてると歯ブラシが折れちゃうんですよね、バキバキ。で、まあ、人に聞いたら、いや、絶対折れないよって言われて、折れないんですかね。いや、だ、だけど、いや、おかしいよね。コメントでもお前、その話したら、いや、折れたことないとか、そんなのばっかりで。 いや、普通折れんじゃないかなと思ってたんですけど、折れないみたいなので、いや、でも折れやすいのでいっぱい買ったんですよ、50本も。まあ、何年か大丈夫なようにね。そうやって、あの、あらゆるものを、まあ、私だけじゃなくて娘の歯ブラシもありますよ。娘は折れないんでね、も、ま、う、あ、30本ぐらいしか買ってないけど、私は折れるんで50本、60本ぐらいあるのかないや、バキバキ折れるんだよね。1ヶ月は持たないよ、折れちゃって。本当に。 うん、だから、まあ、買ってあるんですけどね。いやちゃんとしたあの歯磨きですけどブラシのね。あの200円ぐらいのね。どうしようもなく折れちゃうんですけどね。まあまあ。あの歯磨きは買ってないですよ。あの重曹と塩で、朝塩で、夜は重曹で磨いてるんですよ。で重曹も 1kg を、えー、3袋買ったのかな。だからまあ。 私が死ぬまで使えるでしょ、もう。<laughs> そんなにジュースを使わない。ちょっとしか使わないからね。1グラムぐらいしか使わないから、1回の歯磨きにね。うんだもう、あの、まあ、半永久的に使えるんじゃないかと思って、もうジュースを買う必要もないんですけど、まあまあ、これからね、だからそういうものってね、買っといた方がいいですよ。ただ置く場所がね、ちょっと本当に、ね、あの困るから、置く場所をやっぱり整理整頓して棚作ったりしてね、 あの、目いっぱいきちんとちゃんとね、隙間ないように置いて、大量に置けるようにしといた方がいいです。で、あと、まあ、揺れがあってね、日本って、まああの、揺れるじゃないですか。落ちないようにね、重たいもの上に置いといてね、それ落っこってきちゃったら、頭に当たったら大変なことになりますから、ね、備蓄促進になりますからね、ね、これはね、大事件、あの、ニュースに出ちゃいますからね、備蓄しすぎてね。 頭に当たってっていや本当と、んでもないことですから。ねえ、これはちょっと危ないですよ。気をつけないとね。気をつけてくださいね。まあ、ということで、まあ、うなぎ缶、このような状態で、まあ、先取りですけれども、やがて全部の商品がこのような状態になっていきます。皆さん、10月1日始まります。いよいよ、もう秒読み開始されてますからね。ガンガン近づいてますから、もう、備えていきましょうね。頑張って気合い入れてね。 お金持っててもどんどん今目減りしてますからね。もうマカーに間違ってもなんかなんとかコインとか持ってるってどんどん下がっちゃってますから。もう缶詰とか買っといてもいいですよ。だって缶詰とか見てください。上がる一方なんだからこれから上がるんですよ。だからもう投資としてもね、もう缶詰買っといたら上がっていくんだからすごいじゃないですか。こんなにね、こんなぐる商品ないでしょねうん、だからちょっとあのいろいろ考えてね。 あの、缶詰とかね、買われた方がいいのかもしれないですよ。頑張りましょう。ね。応援しますんでね、頑張っていきましょう。ということでまた次回のラジオでお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。